大名行列は、大名が、公用のために随印を引き連れて外出する際に取る、行列のこと。参勤交代における江戸と領地との往来が、典型的な形態である。その様相は、各大名家の国高や格によって幕府が定めた、規定があり、また大名家独自の慣習も見られた。牛久藩の大名行列の図。大名行列は、本来、 戦時の行軍に準じた臨戦的、軍事的な移動形態であったが、江戸時代の太平が続くと、次第に大名の権威と格式を固持するための大規模でカビがものに変容した。その背景には、徳川幕府が大名行列のために出費を強いることで諸大名が経済的実力を持つことを抑制しようとする政治的意図もあったという説もあるが、 本来の目的は将軍への服従を示す儀式であり、大名側で忠誠心や藩の力、権威を誇示するために行列を大規模にする傾向が見られた。したがって、参勤交代などの幕府の公用のために行う大名行列は幕府によって人数が定められており、時代によって多少異なるが、1721年の規定によれば、十万国の大名では、 騎馬の武士10期、足軽80人、中間140人から150人とされた。そして諸大名は、自らの対面を守り、藩の牽制を固示するため、幕府に義務付けられた以上の友を引き連れ、行列の服装も税を凝らしたものとなる傾向があった。102万国の加賀藩では、最盛期に4000人に及んだ。このように、長大かつ壁に走った大名行列は、 大名家にとっては実際に財政的な負担となり次第に藩の財政を圧迫していった各藩が財政的に破綻して軍役を果たせなくなっては参勤交代の目的として本末転倒であるため幕府は逆に大名行列の制限に乗り出した随員には牙、土方の武士のほか鉄砲、弓などの足軽、道具箱や槍持ちなどの中間や人足 造リトリや医師などの大名を身辺に使える者たちが連なる。所持品として楽器、高刈りの高、日傘、茶、弁当、椅子なども傾向した。限られた大名にのみ許可された所持品もあり、幕府との附属関係をも示していた。服装にも気を使い、特に江戸入り、またお国入りの際は特別な礼服に着替えて入国した。また、行列の人数が、 大名の意向を表すことから、少なくとも、元禄時代までは、随員の数が競われた。行列の速度については、宿場等では、天馬等、二の積み替えの調整、兼ね合いで意義を正し、ゆっくりと更新した。旅人が十二日から十三日程度かかる道のりであれば、それより二日程度早くたどり着く速さであった。街中では、天馬の調整のため長時間をかけて進み、 それ以外は、経費節約のためできるだけ工程を短縮する狙いがあったものと考えられている。これの極端な例として、1643年に、前田や四代目の三鷹が、約120里の工程で、普通に行けば12泊13日で終える道程を6泊7日で移動したという記録がある。大名行列の更新は、平均すると1日10里を歩き、中間の呼び声、また、 尺上の音以外、大きな音のない非常に静かな行列だった。大名行列は遠くから見ただけでも、どこの家中かわかるよう、毛ありや馬印などに特徴があり、それらは江戸時代を通じて発行された武漢に記され、民衆にも判別できた。参勤交代の行列は、出立の際や宿場町に入るとき、国入りの際などには毛りを持たせた中間たちは家ごとに、 独特の所作を取り、人々を注目させた。これが、各地の祭礼行列、信仰行,行列などに取り入れられ、民族芸能のやつぶりとして全国に残っている。そのべ半参勤交代行列図そのべ半参勤交代行列図そのべ半参勤交,交代行列図は気に、避けて道を譲る。人々時代劇等では、大名行列が往来を通り過ぎる時には必ず、 先導の旗持ちの、下に、下にとの声に合わせ百姓。町人などは脇によりひれ伏しているシーンが登場するが、実際にはこの掛け声を使えるのは、徳川の三夜の終わり、紀州藩だけで、他の大名家は、片寄れ、片寄れまたは、避けろ、避けろという掛け声を持ち、一般民衆は脇に裂けて、道を譲るだけでよかった。土下座をする者も、 行列の中の本人が通る際のみであった。その他、森綱を立てたり、水を振りまいたり、水桶を置いたり、梅雨払いをするなどの振る舞いをする庶民もいた。むしろ庶民にとっては、カビが大名行列を見物することは一種の娯楽であり、各藩もそれがために、大名行列を一層カビにしたのであり、平服を強いられる状況では、それが成り立たない。もちろん、道を譲るのも、 御三夜の行列で平服するのも、道の脇にいる場合だけで、大名行列が通過する間は、自宅や食事どころに入ったり、前触れの声を聞いて、脇道に入るなどすると、一切の規制がなかった。平服が必要な御三夜等の行列も、遠目でなら、普通に見物できたため、幕末に、日本を訪れたジェームス・カーティス・ヘボンが、丘の上から、オペラグラスで、 終わり班の大名行列を見物したという記録もある。大名行列の前を横切ったり起きるという列を乱すような行為は非常に無礼な行いとされ、場合によってはその場での無礼打ちも認められていた。幕末に発生した生麦事件が有名である。ただし、実際には事前に警告を行うため、無礼打ちにまで至るのは稀である。生麦事件も 言葉が分からなかったこともあり、度重なる要請や警告を無視する結果になったために、怒っている。特例として、飛脚、出産の取り上げに向かっている三馬は、行列を乱さない限りにおいて、前を横切ることを許されていた。江戸時代における、大名行列の様子から転じて、組織の幹部を必要以上に、大勢の部下が取り囲んで移動する様をも、大名行列と揶揄して言うことがある。 例として、白い巨頭、ブラック・ジャックで有名になった大学病院における教授の総会心や大物国会議員が新人議員を従えている様子など、また、要人の車列についてもよく例えられる。他に、高速道路などで除雪車や極端な低速で走る、車の後方にできる車列をこう呼ぶことがある。江戸時代には、祭りに際して、 大名行列が伴うことがある一方で、また見せ物として庶民によって大名行列が演じられることもあり、その日だけは庶民が侍を真似することが許されていた。明治時代になってからも、1906年にイギリス王のエドワード7世から明治天皇へ勲章を贈呈する施設団が来日した際、一行を歓待するために明治政府によって大名行列が再演された。 その後も、大名行列を再現する行事は、日本各地で行われている。早川明夫、参勤交代の狙いは、参勤交代の授業における留意点、教育研究書記用第16巻、文京大学、2007年12月1日、111から119ページ、一春0918から9122、ネ度1200億6419012、 2020年7月28日、閲覧。ABCDEFGHI コンスタンティン、ノミコスバポリス。参勤交代と日本の文化日文研フォーラム、第169回。国際日本文化研究センター。ピアニッシモ1から29。2014年7月14日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月8日閲覧。A。 オーダー・オブ・ザ・ガーター・ハット第39回イヤカゲの宿場祭り大名行列岡山県観光総合サイト岡山旅ネット岡山県観光連盟2014年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年5月8日閲覧伝承行事岩国市役所本庁ありがとうございます